どうでした、今両者の、これはちょっとタイ語で書かれてますね。年齢はまあ3歳ですね、それでその次は身長ですね、5フィート5インチ、そして片方が5フィート2インチ、はい、だからまあ、身長にしてですね、まあ、7.5 センチですね、うん、はい。そしてこれは戦績です。さあ試合が始まりました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、黒いトランクスの方がマイボーイ、ガンボア小泉です、はい、黄色がチャンピオンです。タイのサマン・ソーチャトロン、これが3度目の防衛戦になります。スタートはどういう作戦を授けたんですか。私は本当はですね、1ラウンド目パンチがあるところを見せてですね、でちょっと相手ビビらせるっていうのが好きな作戦なんですけどね、はい、この試合の時はその油かトレーナーと話になりまして、はい、1ラウンドは見させてほしいと、うん、相手の方が、あ、それで君はトレーナーだから君が決めろということになったんですね。16勝のうち 12KO 勝ちです、ガンボア小泉。パンチあるんですよ、ガンボア小泉というのはね、はい、ただそのパンチの質がですね、切れるパンチですね、はい、当て際でピシッと当たってそれで跳ね返してくるパンチでね、いわゆるキレですね、ドスーンと重い感じで打つパンチじゃないんですね、はい。そして浜田さん、はい、今第1ラウンド始まっていますが、タイのチャンピオンサマンの方の特徴的なこうボクシングのスタイルとはもう一度おさらいですが、どういう感じですか。まあがっちりガードを高く上げるっていうのはムエタイ選手の特徴ではあるんですけどね、はい、まあ、この選手はそういうところは持ってはいるんですけど、フットワーク、そして体全体の動きが速いですね、はい、そういうところはやっぱコンビネーションも打てるところは、まあ、一般のタイの選手とはちょっと違うところかなという感じしますね。なるほど、はい。それと、まあ、この選手のダウンするところも見たんですけど、ですけど回復力は速いですよね。あ、そうですか、はいはい。まあ、とにもかくにもウンベルト・ゴンサレスに打ち勝ったチャンピオンですからね。試合は最後の1ラウンドという言葉に乗っていてですね、あれでやっぱり最後の一言っていうのは聞くもんですね。セコンドの指示通り、やはり慎重に立ち上がっています、ガンボア小泉。浜さん、はい、チャンピオンがちょっとプレッシャーをかけ始めましたか、どうですか。まだ手は出していないですけどね、はい、まあガンボーの方もいい距離を保ってるんでですね、そんなに中にはまだ入れないですよね。なるほど、そうです。このラウンドチャンピオン全然手出してないですね。でガンボーの方はまあジャブ当ててますからね。ボイチャンピオンが左を出しました。ここでゴングです。第1ラウンド両者ともほとんど有効と見えるような激しい当たりはありませんでした、これは小泉さん当事者でございますので浜さんに伺ってもらいたいと思います、はい、浜さん、まあ、第1ラウンド、そうですね、この試合は日本タイトルマッチであれば実対10になるんですよね。間違いなくそうでしょうね、それと両方ともクリーンヒットないということで、あと小泉さん隣にいらっしゃるんで実対9で、頑張るつけますね。私がいるからっていうのはそれはこれはリンスデルガード、レフリーですね、はい、市場なくつけてください。小泉さんはそのセコンドにいて第1ラウンドどう見ました。作戦通りちゃんと見たなというところですか。いや、私はもう少し動いてほしかったし、ちょっとなんか自分のものをアピールしてですね、あ、これは強いなと思わせるようなところをちょっと作ってほしかったですね。そうです。まあ、小泉さんにはそのラウンドごとのこう心情的なものを語っていただきたいと思いますが、第2ラウンドです。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ。私は直接その願望にアドバイスしないんですよ、はい、そのチーフセコンドのその油かトレーナーに指示するんだよね、はい、でいいアドバイスだと思ったら君がもう取り入れてくれた。そうしないとですね、チーフセコンドが言うことと私が言うことと違ったら選手混乱しますからね。系統を一本化してるわけですね、はい。ただしダウンした後とかですね、チャンスの時はもうその時はもう声を張り上げてですね、それはもう選手に言いますけどね。ガンボは動きいいですよ、今至近距離で右を打っていきました。今度は触ります。ガンボは
その防御感がいいんですよね。本当に打たせないですよ。両者とも第1ラウンドに比べてだいぶ動きが激しくなってまいりました。反通を出します。ガンボア、まあ、あのグローブの上ですけどいいですよ、はい、そして相手があのグローブの上でブロックしながらもっと入ってきますからね、そこを叩けばいいですから。左を打ってきました。チャンピオンサマン出てきましたね、ちょっと1ラウンドよりは距離は詰まってきてますよ。チャンピオンも当然ながらいいパンチを持っています。29勝のうち 24KO、 3度目の防衛戦、サマン、ソーチャトロン。今のワンツーから左アッパーのボディも軽いんですけど当たってますね、はい、右を出しました。チャンピオン当然ながらこのタイ地元チャンピオンの声援が大きいわけですが、このタイの声援は毎回タイの試合ごとに言っているんですが、非常に特徴的な声援を送ります。離れながら打ちました。ガンボア、残り30秒を切りました。第2ラウンド、右がアッパーのちょっと下がりながらだったんですけどね、はい、あれも得意なんですね、うん、彼は。あ、そうですか。チャンピオン出てきますがこれは当てさせておりません。ガンボア、第2ラウンド終了です。第1ラウンドよりは両者にパンチの交換が見られました。 WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ。さあ浜さん、第2ラウンドはどうでした。まあ、このラウンドあの両方ともいいところを出たんで両方とも取ったつもりでいると思いますね、あと、採点の方からするとですね、踏み込んで打ってるサマンのラウンドにします。サマンチャンピオンにつけました、はい、セコンドにいた小泉さんはどういう雰囲気でした。2ラウンドを終えて、じゃあもうこれでその相手見たろ、ええ、だから次のラウンドから出そうぜって言って私は油かに行ったんですね、ええ、出そうぜっていうのはもうその距離詰めるっていう意味でなし、もっと距離を保ちながらもっと手を出していこうと、うんうん、右打っていきます。チャンピオン、そしたらまあそれで指示をしたんでしょうけどね、だから体もほぐれてきましたし、そうですね、はい、そのサマンの出方も分かってきましたけどね、はい、ただ頑張ってのはもともとちょっと手数が少ないんです。それで引きつけといてカウンターを取ろうっていうタイプの選手なんですね、はい、ああいうパンチですね。合わせて持っていきます。ガンボア小泉、おっとちょっとアウマがありました。ガンボアランキングで言いますとガンボア小泉は7位です。黒のトランクス、チャンピオンサマンソーチャトロン、黄色のトランクス、ボディを打っていきます。ガンボはですねデビュー戦から7連続 KO なんですね、なんかパンチあるんですよね。93年3月にプロデビューしています。ガンボは小泉、ボディにワンツー、だんだんリングサイド観衆のざわめきも徐々に大きくなってきます。チャンピオンが来ました。ブロックしています。でも当たってはないんですけど、お客さん騒ぐんですよね。騒ぎますね。どうですかこの声援を肌で感じられて、すごい声援でしたか。やっぱりだからそれに打ち勝つためにはですね、やはりある程度構成とって手数を出さないというそのポイント取りにくいですよね、うん、あのタイミングは合ってますよ、はい、いいですね。さあ出ていきます。ガンボー小泉入れ込みました。チャンピオン小杉に右を払ってきます。
また右左フォロー、ガンバカウンターを取ろうとします。うん、いい右アッパー打ちましたけどね、はい、ちょっと勢いで消されてますね。あ、下がります。ガンバ小泉背中、まあ、もともとストロー級の、まあ、フィリピンチャンピオン、世界ランカーで一クラス上のチャンピオンに挑戦してますからね、ちょっとやはり線の細さ、非力さっていうのはあります。体力という意味ですよ、はい、おっとショートランジ右を叩きつけてきました。サマン、ここでゴングです。第3ラウンド終了しました。浜さんどうでしょう。ガンバのいいタイミングはあるんですけどね、そのパンチも当たってはいるんですけど、ちょっと迫力で全部消されてしまってますね。そのところちょっともったいないなという感じしますけど、採点はサマンの10対9です。そうですか、はい。挑戦者ガンボア小泉、手元の資料で、正確な数字出しますと 165.1cm 身長、サマンが 157.5cm です。私はちょっと声出し始めました、もっと手を出せ、あは前で叩いておかないとですね、その相手どんどん入ってくるから、それとリング中央で戦えと、あのロープコーナーを押し込まれるなと、その2つだけですね。さあ第4ラウンド、ところがガンバっていうのはですね、相手を引きつけてですね、カウンター取る、自分ロープギア下がって打つ、まあかつてのジョーメダルじゃないですけどね、それが結構好きなんですね。それで結構ノックアウトしてますから、はいはい、左チョン立てました。ガンバは小泉、左を出していきます。チャンピオン、この騒ぎようです。チャンピオンのパンチがヒットしますと大きな声援に変わります。右から左チャンピオン、まあ軽いパンチのこれだけの声援だと強いパンチが当たったような雰囲気になってしまいますね。ガードしっかり上がっています。ガンバは小泉、リアパワーカウンターで持っていきました。ガンバは小泉、一発当たったところで相手の動きが止まったりすると、ポイントになるんですけどね、構わず出てくるんでですね、チャンピオン前に出てくる感じですね、どんどん出てきます。そういう印象が強いチャンピオン、馬力ありますからねこのチャンピオンは。そうですね、ロストレート放ちました。今のも当たってるんですよね、はい、いいんですけどね。あたりからチャンピオンぐいぐい前に出てきます。3度目の防衛戦、サマン・ソーチャトロン、右でカウンターを取ろうというガンボア。ガンボアがバランス良くてですね、サマンが昔のサマンみたいに前へ飲めるような、空振りして飲めるようなだったらもっとカウンター取りやすいんですけどね、サマンが良くなってるんですよね。イギリスのチャールズ・アトキンソンコーチのそのおかげですかね。左から攻めてきますしね、あまり右を大きく振ってきてくれないんですよね。今のパンチです。ラッパーです。チャンピオンの右は届いていません。入ってきましたチャンピオン、左ガンバーの左です。ワンツーを見せます。ブロック当たっていません。しかしものすごい爪です。第4ラウンド終了しました。このラウンド、サマンのラウンドです。サマンチャンピオン、だんだん入られてきましたね。このラウンド有効打だけ見るとですね、サマンのパンチ当たってないんですよ、ところがですね、雰囲気的に取った感じじゃないんですよね。そこが適切なんでしょうけどね。これそっとチタラダですね。あ、いけいけって、だから苦戦してると思ったんですね。あれソンポッププロモーターですけれど、だからもっと出ろもっと出ろって言ってるよね。WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ12回戦、
ガンボア小泉世界挑戦、第5ラウンドに入りました。選手、ガンボア小泉自身はどう見えました、セカンドから見ていて。例えば落ち着いているとか、まあ落ち着いてはいるんですね、はい、まあ来るなんですけど、もう少しですね燃えてですね、よしよしでコンビネーション出してほしいんですけどね。あ、なるほど。あと、まああまり周囲からですね、それいけやれいけって言わない方がいいんです。もうずっとフィリピンでついてるトレーナーもいますからね、はい。あまり行け行けって言うとですね、距離が詰まりますから、様の距離になりますからね。身を持っていきました、ガンボア。今右のいいカウンター打ちましたけど、どうですか。カマ出てくるんで消されてしまいますね。ガンボア小泉は、まあ、当然と言ってはなんですけれども、このタイで試合を行うのは初めてです。ほとんどフィリピン地元ですね。そして日本で一試合、そして、アメリカネバダで一試合やっています。これがラスベガスですね。ここでアブラカが反則やりますからね。で怒られたですよ、これレフリー。そのマウスピース洗ってするんだったらいいんですけど、あれ選手にちょっと口に水含ませよう、含ませようとしてですね、はい、ああいうことはやってはいけないんですね。下がりながらチャンピオンはグイグイ行きます。イロスレト出てきましたね、これじゃあきつくなりましたよ。ブロックしています、止めています、グローブで止めました。ガンボア右へとカウンター、強烈なカウンターです。グラつきましたチャンピオン、ミナパワー空振り、左を出しました。ガンボア小泉いいカウンターでした。おっとチャンピオンひるみません。ここで待つでしょ、ガンボアは、大きいのを狙って待つんですね。待つんじゃないんですね。あ、ここでワンツーから3つ目のパンチ持っていくとですね、はい、相手ひるむんですよね。大きいぐらつかせますわ、ガンボア小泉。コーナーで私たちは行け行けって言ってるんですね。パセ、パセ、パセって。おっとボディ打ってきます、チャンピオン。ここでゴングです。第5ラウンド、ガンボア小泉いいカウンターを取りました。ぐらつかせたシーンがありましたが、そうですね、いいパンチは入りましたけど、全体的にやっぱり 3番のラウンドです。チャンピオンですか、はい、チャンピオンの調子ですけども、浜さんはどう見ますか。いや調子いいですよ。そしてガードも硬いし、落ち着きが出ましたね。あ、クイーンがこれカット切ったんですね。大したことないんですけどね、で私は向こう側へ回ってそれで止めたんですけどね、まあ、それほど大したことはなかったんですけどね。そうですか。目のどのあたりですか。目尻ぐらいですか。右の眉の下ですね。ここそこですね、はい、これはそれほど心配するに足らない傷ということで、第5ラウンドまで終えています。ここまで来てどうですか、セコンドとしてはどういう空気でした。やはりですね、足だけではですね距離保てないですね、もっとそのジャブワンツー、それでそれを手数出して出花出花叩いていかないと止まらないですね。チャンピオンのグラツカスがいいカウンターを見せましたけれども、第6ラウンドに入っています。シンバ当たらなくてもいいんです、そういうパンチでですね、相手の前進スピードをちょっと緩めて、それでゆっくり入ってくる時があります、はい、そこで強いカウンターガツンと決めて、それが当たったらですね、そこで前に出るっていうのがいいんですけどね。タイミングはいいの、合ってますけどね、チャンピオンの勢いが止まらないですね、はい、
このあたりはどうですか、セコンドは計算に入れていたわけですか、当然前出てくる選手だというのは。そうですね、だからそのカウンター取ってそれで相手ひるませてそれで攻めると、はい、あーおっと当たってません、ネナッパー迎え撃ちます、ナンバー小泉、バルミ左、あ今の左、あ左当たった、来ましたね、さあチャンスです、今度は出ていきます、小泉来ましたよ、左フック、ちょっと足効きましたね、効きましたよね、チャンスです、ガンボは小泉、チャンピオンは交代しています、効いてるんですよ、皆さん交代しました、効いてますよ、下がってます、なんとか1回離して、まず3、まだ1分がありますからね、おっとチャンピオンも左を出しました、まだ効いてますよ、その今のボディも良かったのね、チャンスは続きます、ロープを背負ったガンボは、うわすごい応援です、チャンピオンへの声援、チャンピオンも来た、チャンピオン来ました、右のストレート、勝負ですね、ここは、右を叩きつけています、チャンピオン、今度は左、この辺りブロックはしています、しかしチャンピオン、それから声援の体力ですね、全身力、凄まじい力を感じます、ブロックはしてます、ブロックの上、吹っ飛ばされてますね、すごい体力ですね、これもしてます、ブロックはしてますけど、アウト、ダウンか、ダウンです、今のパンチはブロックしてるんですよね、だからブロックの上から打たれてですね、ちょっと腰砕けしたんですね、カウントは止まりました、続行です、まだ時間があります、第6ラウンド、さあチャンピオン決めに来ています、ミロスラゴ頭が当たった、暴風の野菜のパンチダウン、今のも頭を押し倒したみたいなんですけどね、あ2度目のダウン、これが冒頭ゴングです、第6ラウンド終了、10対7ですね、2つのダウンがありました、チャンピオン10対7、しかしこのパンチもさることがこの観衆の声援がすごかったですね、まさに今の言葉通り暴風みたいなところありましたね、いやおそらくこれ音を消されたらもうちょっと違う印象もあるのかと思いますが、そうですね、小泉さん実際現地ではどうだったですか、まあ、あの左フックでぐらつかせてその後右が当たってそれでこれチャンスだったですね、もう私たちはイケイケコールですよ、イケイケところがですね、あそこで攻めきれなくてちょっと息抜きましたね、だから向こうは反撃していきましたよね、確かに浜田さんそうですね、はい、最初はねガンボはいいところあったわけですよ、いやー、ね、効きましたよ、ね、あのパンチは、あしかし、チャンピオンのサマンもあの状態で盛り返せるというのはやっぱチャンピオンプライドなのか何なのかですね、さあ第7ラウンドに入りました、WBC 世界ジュニアフライ級タイトルマッチ、チャンピオンのこれが3度目の防衛戦、あーっとチャンピオン一方でいきます、あーっと右、ここで試合終了、レフリーが間に入りました、試合ストップです、ガンボア小泉世界ダッシュなりませんでした、サマンソーチャタロン3度目の防衛に成功です、第6ラウンドの序盤いい攻撃を見せていましたガンボアですが、その後2つのダウンからガラッと形勢がひっくり返ってしまったようなそんな終わり方を見せましたが、7ラウンドは26秒です、